南部陽介は新潟県湯沢町、北海道、アラスカを拠点に活動する日本のフリースタイルスキー選手。青山学院大学卒。出身地は非公表。メインスポンサーはエラン、ブーツはデルベロを愛用。高校卒業後、土たるスキー学校にて指導者を目指し活動をスタートさせる。スキー場で スカウトされたことをきっかけにローラースキーメーカーの営業マンとなり数年間にわたり全国各地を訪れ多くのスキーヤーと接していくうちに人と同じスタイルでは面白くないと次第にフリースタイルの道を開拓突き進むことになる2005年にプロ宣言時を同じくしてそれまで所持していた全日本スキー連盟の基礎スキー指導者資格やアルペンコーチなどの資格を 多くの人の反対を押し切る形で、すべて返上、連盟からも退会する。このことについて、後に、本人は、連盟という一つの概念に縛られずに、自分自身のスタイルを築き上げたかったからと説明している。活動初期の南保塾バナー自分自身のスキースタイルを広め伝えるべく、またリアルなスキーを追求すべく、南保塾を解説。 ユザワパークスキー場にて活動を始めるも当時日本のスキーにおいてフリースタイルは全くの無名。基礎スキー、学生アルペンスキーヤーを対象としたコーチングが当初のメインであった。年々フリースタイル色が強くなり、現在の南北塾、フリースキーライディングスクールマイナスが確立されていった。ライダー活動においてはパウダーシーンやバックカントリーを滑ることがほとんどである。 メジャーな地よりもローカルな地を好み、ヘルメットや自らの体の一部に小型カメラを装着し、滑走の様子を撮影する、ムービーシューティングカメラマンにより滑走の模様、アクション写真を撮影する、フォトシューティングに特化している。ムービーシューティングの模様は YouTube にて、視聴可能、フォトシューティングの作品は、雑誌、カタログウェブサイト等に多く採用されており目にすることができる。 撮影時の1コマ撮影時の1コマオースサム、パウショットシューティングアット新潟 JPN パウファイト2010年9月よりアメリカのエクススポーツインターナショナル社と専属マネジメント契約を結び海外に向けた情報発信プロモーション活動にも力を入れるこの航路より海外ライダーからの信頼も得られ彼らが撮影やツアー開催等で日本を訪れる際には事前に 天気、降雪、エリアなどの情報提供、日本滞在中に問題が発生した際の交渉窓口となることがたびたびある。過去に二度膝の大きな手術を受けており両膝の半月板を除去、人体の補強をしている。二度目の手術時は、術後二日で抜歯もせずに、リハビリという名目で医師に、無断で、雪上復帰、復帰一本目に選んだ斜面は、こぶ斜面であった。 本人団では余計なものが入っていない方が体がよく動いたそうである。2012シーズンイエランインターナショナルコンテスト世界5位入賞。2013年2月 HP 上で新たなステージに進むとの活動予告がされる。2013年3月アラスカにてプライベートチームボーダーラソルゴナゼイションのフォトシューティングを成功させた。株式会社マックスウィングが製造。 販売するンムワックスには初期よりテストライダーとして開発協力している。その結果彼の声を最大限に反映したシグネーチャーモデルンムエクストリームシリーズが2012年よりラインナップ販売開始となった。特に春の交差や水膜でも滑走性を落とさないワックスの開発に力を入れ実現させた。2013年12月アメリカユタ州の パンダポール社と用具使用契約を結ぶ。2015年6月滑りで指導者としての活動終了を正式発表。2015年7月株式会社、カンダハーに入社。2016年9月株式会社カンダハー、大宮店店長就任スキー以外にも、ローラースポーツを得意とし、幼少期からローラースケートインラインスケート、スキーヤーとしては、ツリスカービングローラー。 プライベートではスケートボードと様々なアイテムを楽しんでいる。人を楽しませることが好きで特に年下の後輩たちを大切にする。お酒も好むが、お酒そのものよりも飲む場が好きだと本人は語っている。ありがとうございます。